ドロステココアのイラストドロステ効果とは、再起的な画像のもたらす効果のこと。ある、イメージの中にそれ自身の小さなイメージが、その小さな、イメージの中にはさらに小さなイメージが、その中にもさらに、と画像の解像度が許す限り、果てしなく描かれる。ドロステ効果は、自己言及システムの不思議の感の視覚的例である。名前の由来は、オランダのドロステココアのパッケージからである。 二層が持っている盆の上にココアの入ったコップと一緒にドロステココアの箱が乗っていて、その箱の絵にはコップとドロステココアの箱が乗った盆を持つ二層が描かれている。この絵柄は1904年に始まり、長い間使われ、家庭ではお馴染みのものになった。ドロステ効果という語は伝えられるところでは、詩人でコラムニストのニコシーポメイカーが1970年代後期に 使い出したということである。モニターの例ドロ捨て効果は向かい合った2枚の鏡で簡単に作ることができる。鏡の中にはお互いの画像が永遠に反復される。また、ビデオカメラでそれが捉えた画像の映ったモニターを撮影することでもドロ捨て効果が作れる。ありがとうございます。